先生、内装を見ていきます。タイプ S 専用のドアトリムですね。こんな感じで綺麗です。で、スカフプレート周りですね。ここちょっと傷があるかな。で、フロアマット若干ちょっと汚れありという感じで、シートの方はまあ目立つほどの大きな、擦れというのもそんなになく、助手席側もこんな感じで綺麗ですね。で、ステアリングは特に気になるような擦れはなくて結構綺麗な状態です。でダッシュボード上はですね、イオン計が装着されております。また各種、ナビの GPS とか、あとツイッターとか、そんな感じですね。でカロッテリアのナビがこんな感じで、埋め込まれてますね。こんな感じですね。まあ、ナビ自体はですね、そんなに新しいモデルではないです。で、ドラレコがこちらに装着されている感じですね。よいしょ。で、オーディオはカロッテリアの CD デッキが装着されています。シフトノブはタイプ S 純正ですね。こんな感じで。で、ETC がグローボックスの中に装着されているという感じです。ではエンジンかけてみたいと思います。もうかかりはすんなりですね。で、まあ今温まってないので結構回転数高めですけども、なかなかねやっぱねエンジンは大きいですね。そしてレスポンスがねものすごいいいです。こんな感じですね。メーターこんな感じについております。でドラレコナビという感じですね。ちなみに、こんな感じのメニューになっております。はい。続いて、トランク。トリム類欠品してるところはないですね。でタイプ S なのでパンク修理キットが装着されてスペアタイヤレスになってます。でウィングついてるんでね、ここら辺の強化の、パーツですね、タイプ S だけについているのもしっかりと装着されてますね。はい。そして助手席側です。この辺りも綺麗ですね。まあ内装もこの距離を表しているぐらい綺麗な内装ですね。はい、以上です。